はい、岡田先生バスケで。はい。それでは後ろのドラに注目してください。する場面があるから、こうやってけんぱ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 4 5 6 7 8ジャン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 。実際今からぐるっと回るから、やばいやばい。ダンス今日その、まあ、短い50分というレッスンの中で完璧に踊ってほしいっていうのは全くなくて、そのダンスが踊れる踊れないじゃなくて、この時間を大切に楽しんでもらうことが一番大事なんじゃないかなと思ってたので、そこはクリアになったんじゃないかなと思っております。なのでなんかこの生徒も今日という時間をなんかまた思い出してもらって、なんか活動する今後活動するのになんか役に立ったらなと思って今日はやらさせてもらいました。思い出ですよね。みんな部活動入ってるのかな、中学校のみんなは。なのでみんなそこの今部活動やってる仲間っていうのは非常に将来何か困った時助けてくれる仲間になるかもしれないんで、だから本当にちゃんと交友をちゃんと深めていって、卒業してもずっと友達いるのがいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい、ですね、これ実は特別に皆さんの分も非常に楽しかったのと、中学生とこうやって交流深める時間も久々というかもう初めてぐらいだったので、改めてその母校帰ってきてこうやって後輩と会えて一緒に時間を共有することによって僕もたくさんパワーをもらいましたし、なんか今後の活動にすごく頑張って力を入れていきたいなと思っております。